竹内夏樹さん。長野市内でサンゴドゥーラを始めて4年になります。おはようございます。お願いします。早速もいらっしゃってます。お願いします。おはよう。おはようって。あ、みんなお揃いだった。失礼します。こちらは湯川さん一家、母親の小梅さんと仕事が休みで在宅していた夫の周一さん、4歳、2歳、1歳の息子たち。そして生まれて2週間。先月末に生まれたばかりのすみれちゃん。4人の子供の育児に奮闘しています。起きてるか。起こしたんだよ。小梅さんは近くに頼れる家族がおらず、以前竹内さんの元で働いていた縁もあり、今回依頼しました。主人と私2人でも結構4人の面倒を見るっていうのが結構大変な部分もあったりするので。ちょっとこっち来てな、危ないから。やろう。僕やる。まず竹内さんが取り掛かったのは料理。子供たちの相手をしながら手際よく進めていきます。お料理がやっぱり一番多いですね。どうしてもちっちゃいお子さんいるとこう長い時間キッチンに立ってる時間取るのがすごく難しかったりとか。料理をしながらも常に小梅さんや子供たちを気遣う竹内さん。あとで混ぜ混ぜするの一緒にやってくれる？いいよ。目の前でお料理見たいっていうお子さん多くて、でやっぱり見てるとやりたくなってきてね、やっぱりお子さんがそのやりたいって思ったことはできるだけやらせ、その時にやらせてあげるってね、すごい大事だと思うので。お大根柔らかい子さ。その頃、小梅さんはすみれちゃんとゆっくり過ごすことができました。医療行為以外の母親のケアを担う産後ドゥーラ、家事代行やベビーシッターとは何が違うのでしょうか。特定の支援ではなくて、その生活育児と全般を分かって支える必要があると。こう点でのサポートではなくって、やっぱり包括的にで、なおかつそれが結局お母さんを気持ち的にも支えられることにつながっていくので。サンゴドゥーラは掃除や料理などの家事代行の要素と子どもの世話というベビーシッターの要素を合わせ持ちながら、母親の心と体をいたわり、赤ちゃんの世話に専念できる環境づくりをサポートします。他にも、上の子どもの世話や幼稚園の送り迎え、赤ちゃんの沐浴など、利用者の要望に合わせて対応します。ちょっと精神的にも不安定になってしまっている状況の方もいらっしゃるので、そういう場合にはもうまず何をするっていうよりも、今の状況とか苦しいこととかをこうお話しいただいて。サンゴドゥーラには資格があり、心理や栄養学などを学び、民間団体の審査を受けます。竹内さんは4年前に資格を取得しましたが、きっかけは自分自身の育児経験でした。これまだ分娩室の写真です。2005年、長男を出産。夫の仕事の都合で県外で育児がスタートしました。こう一人で子育てをすることの、なんだろうな、こう閉塞感とか、そういうのがやっぱりね、今まで経験のないことだったので、もうなんか本当に3ヶ月ぐらいの頃かな。乳腺炎になって、
でそれと同時にちょっともう鬱っぽい状態になってしまって、2時間おきの授乳、寝不足と社会から取り残されているような不安、その状況からこう立ち直るというか抜け出せたきっかけが、その高崎市にあった小児科にいらっしゃっていた助産師さんと、うん、にいろんな相談に乗ってもらったりとか、こう自分の子供を他の人が可愛がってくれてる姿とかをこう見て、あ、なんかそうだ、赤ちゃんって可愛いんだったよねっていうようなことをなんか思い出させてもらったというか。息子も大きくなり、同じように苦しんでいる母親のサポートを仕事にしたいと思うようになりました。この日、竹内さんのもとに産後ドゥーラの資格を取ったばかりの女性がやってきました。佐久市でこれから母親の育児サポートを始めようとしています。1年半前に長野に来たんですけど、長野に来た時にやっぱり、なんかちょっと違和感というか、そういうのを感じてしまって、でなんかやっぱり頼れるところがあったらお母さんたちちょっと余裕ができて笑顔になるかなっていう。困ってる人に本当に寄り添う支援ができたらいいなって思ってます。あとそのためには佐久市ではまだ私と桜庭さん2人だけなので、その訪問育児支援する担い手ですね、それももっと増えていきたいな。増やし、現在全国には800人ほどの資格保有者がいますが、長野県はわずか数名です。泣いた泣いた。おーちゃんほらこれある、これこれ。スミレちゃん来てくれて嬉しい。お前のや。捉えちゃったママ。そうか、上の子たちの精神的な面もすごい分かってくださってると思うので、一番やっぱ下の子が生まれて甘えたい部分もあるとは思うので、そこをこう私たち親じゃない第三者がこう愛情を注いでくれることで、そのお兄ちゃんたちも満たされる部分はあると思うので。ミネストローネと根菜を使った塩麹煮など3品が完成しました。おいしいです。大丈夫かな、それいいかな。これでニーズはどんどん高まってくるのかなと、はい、思っています。でそれだけやっぱり産後出産前後を取り巻く環境っていうのがお母さんとかね、ご家族にとってすごく厳しいものになってきているなっていうのは思いますので、みんなでこう大変さを共有しながら、みんなで支え合って子育てをしていく、それがこう家族でできなくなってしまった今新しい形になっていくといいなと